アニメには特殊な目を持つキャラが多数存在します。相手を強制的に従わせる、心を読めるようになる、そして相手を自死させることができるなど、その能力は便利なものからチートレベルのものまで多種多様で存在しています。ということで今回はアニメキャラが持つ特殊な目、最強ランキングトップ10を紹介していこうと思います。また本動画はネタバレを含みますのでご注意ください。では行きましょう。第10位はデスノートで登場、アマネミサが持つ死神の目。相手の顔を見ただけでその人物の本名がわかる能力。デスノートは顔と名前さえ分かってしまえばどんな人物も殺すことができるため、まさに鬼に金棒。さらに写真や映像でも OK のため、テレビや雑誌を見ているだけで多数の人物を手にかけることができる、まさにデスノート使用者専用の目と言えるでしょう。ちなみにおまけ程度ですが、視力も 3.6 まで上昇します。しかし対価として寿命の半分を失ってしまいます。第9位は千年眼ミレニアムアイ。遊戯王で登場するペガサス J クロフォードが所持していたもの。使用するには眼球を自分で抜き取り、目を一つ犠牲にしなければいけない、かなりのハイリスクを伴うアイテムとなっています。しかしその機能は人の心を読み取る能力。遊戯王というカードゲームが全てのこの世界ではまさに最強といえる目で間違いないでしょう。第8位は結界戦線で登場するレオナルド・ウォッチが持つ目、神々の義眼。名前の通り神々しい見た目をした青い眼球。この目は万能型でできることが多く、超高速の挙動を捉えることができる、物体を透過して見ることができる、他者の眼球を掌握し視界を自由に操作可能、因果律まで操作し世界を書き換えた現実をもう見破る、とんでもなく遠いところでも見えるなどなど、彼に見えないものはもはや存在しないレベルとなっています。ただしその万能すぎる能力ゆえ、能力を酷使し続けると眼球に負荷がかかり目が焼けるほどに発熱し、最終的には眼球にひびが入ってしまいます。第7位はアンサートーカー。金色のガッシュで登場した高峰清丸、デューフォーが持つ目。デューフォーは生まれた時から清丸は後天的にこの能力を手にしています。その能力はどんな状況や疑問問題でも瞬時に答えを出せる、かなりのチート能力ですが、出せる答えには限界があり、例えば相手と自分の実力差があまりにも大きい時や自分の体力能力的に絶対不可能な場合など、あらゆる手段を用いても状況が打破できない時は答えが出せません。あらゆる問題の答えが一瞬で分かってしまうため、他国の言語を一度見たり聞いたりするだけで完璧に理解。さらに東大の入試試験でも日本の司法試験でも一切勉強せずとも満点を取ることが可能。まさに喉から手が出るほど欲しい能力となっています。第6位は道術。バジリスク甲賀忍法帳で登場する甲賀玄之介の特殊な目。その効果は殺意を持って向かってきた相手に催眠効果を付与し自害させる能力、つまり相手を見ただけで勝利確定というチート能力です。しかしいくつか弱点があり、玄之介の目が塞がれた場合、また使用する相手が盲目の場合は効果を発揮することができません。作中ではこれらの弱点により何度か使用できない場面が存在しました。第5位は六道輪廻。家庭教師ヒットマンリボーンで登場する六道ムクロが持つ特殊な目。六道の力が使用でき、使用中の能力によって右目に浮かぶ数字が変わるのが特徴です。通常時は6が浮かんでおり、数字ごとの能力を簡単に説明しますと、6が浮かんでる際は幻覚を応用したマインドコントロールを行う。1は6よりさらに強力な幻覚を発動。2は相手の技をダッシュし使用できる。3は相手を死に至らせる生物を召喚する。4は右目からオーラが出現し格闘能力を底上げする。5は体から黒いオーラを放ち4以上の格闘能力を引き出す最も危険な能力。身体強化から幻術召喚など幅広く能力が使うことができ、かなり優秀な目と言えます。第4位は歪曲のマガン。空の境界で登場、浅上藤野が持つマガン。その能力は視界に映る任意の場所にあらゆるものを歪ませねじ切ることができるというもの。大きさ強度問わず何でもねじ曲げることができるため、
相手を見ただけでほぼ勝利確定という凄まじい能力となっています。ただし藤野が曲がれないと認識したものは曲げることができないという弱点もあります。第3位は絶対遵守のギアス。コードギアスで登場するルルーシュ B ブリタニアが持つ能力、絶対遵守の力。ルルーシュの目を見た相手に命令を下し、それを必ず実行させるという能力。命令を受けた者は自意識を奪われ記憶も欠落するため逆らうことはまず不可能です。また一度下した命令をキャンセルすることも一部の例外を除いて基本的に不可能です。つまり相手にギアスをかけた時点で勝利確定ですが、強すぎる能力ゆえ制限も多く、命令するためには直接相手と目を合わせなければならないこと、つまり映像越しでの使用、相手が盲目などの場合は能力が発動しません。他にも有効範囲は約 270m、 同じ相手には一度しか使えないなど、使用難易度もそれなりに高い能力となっています。 IQ がとてつもなく高いルルーシュだからこそあそこまで使いこなせていたんではないでしょうか。第2位は石化のマガン、フェイト、ステイナイトで登場。ライダーが持つマガン、その能力は相手を石にする単純だが強い能力。発動条件はマガンで相手を見る、またはマガン解放時のライダーを見る。つまりライダーに見られていなくても彼女の姿を見てしまうだけで石化が発動してしまう、かなり強い能力となっています。また石化が発動した際は瞬間的に石になるわけではなく、足から徐々に石に変化していくという感じになっています。しかし魔力が強い相手には石化が効かないという弱点も存在し、そういう相手には石化の代わりにあらゆる能力を低下させる重圧をかけることができます。そしてこのマガンは常時発動となっているため、ライダーは常に力を封印する特殊なアイテムで目隠しをしています。第1位はリネガン、ナルトで登場する大筒木かぐやや内山田ら、内山サスケなどが持つ三大道術の中で最強と謳われる目。開眼する条件もかなり厳しくなっており、作中でも数人しか開眼できていない伝説の道術。リンネガンを持つ者は五大性質変化を使用可能、つまりカトン、フートン、ライトン、ドトン、スイトンの全ての忍術が使用可能。そして力道系の技も使うことができ、引力や積力を自在に操れる天道、相手の記憶や情報を読み取り最終的に魂を抜く人間道など、一つ一つがかなり強力な技をいくつも使うことができます。また本来肉眼では捉えることのできない現象を透視することも可能となっており、まさに最強にふさわしい目となっています。